今回から第3回そう、すぐある廊下を旅していくよ。なレトロゲーム実況第7回、始まるよ。村人の話によると、シシラの雫が持ち出され、シシラの洞窟に戻される事件が発生。そのため溶岩が活性化し、とにかく熱い、だそうです。これでは先に進めません。換気扇動いてますね。芸が細かい。とにかく、シシラの雫を取ってこい、だそうです。先に進むためだからね、しょうがないね。アムリター姉貴がせっかく返したお宝ですが、私利私欲のために、我々が取り返しに行きましょう。シシラの洞窟は、この連絡通路的な洞窟の先、正確には、村の北東部にあります。階層が変わって、敵も一段階強くなりました。この、吉祥さんは、見た目通りぐっそ硬いです。溶岩地帯だし、霊気に弱いだろうと予想し、亀でもお構いなしに、霊気系ブレスで攻める。結果としてはしっかり弱点でした。しかし、もう MP が底をつきそうですね。ここでレベルアップしてくれないと、次の戦闘では使い物になりませんよ。ダメみたいですね。まあ、倒すのに時間がかかるだけですし、そこまでの問題でもないな。はい、ゴミー。男主人公は、本当に不遇の人生を送っていますね。今までもそうでしたし、これからもそうです。さて、この多脚カンガルーのような敵は、この第3階層でトップを争う、クズの中のクズです。HP が高く、タフなこともさることにやりやがった、最低最悪のハイリスク。ハイリスクなどという名前をしていますが、相手には何のリスクもありません。ふざけるな。効果は見ての通り単体石化。緑流レベル17で覚えるマントラか、アイテムで直せます。つまり今回のパーティー構成では、回復アイテムがないと復帰できません。ちなみに、石化していても移動中は動けるので、緑流がいれば、自分の石化を自分で直せます。なんで今装備を確認したんですかね。ということで、村まで戻ってきました。まだ天候は石化しています。こっちじゃなかった。道具屋と漢方薬屋なんて一緒でいいだろ。なんでそうお前は品揃えに根性がねえんだ。あ、石化直しがわからなかったので調べました。電子機構、が、石化に効くそうです。どうやら、広いところで公開治療を行うようです。動き出すし間違えて自分で飲んじゃった。1個で500ルピーもする高級品です。君は飲み間違えないようにしてくれよな。一応天候のマントラを確認していますが。まあ覚えないからね、アマダーレ。アイテムは有限です。まずは出会わないように、神に祈り。神の存在など不要だ。出会ってしまったら仕方ありません。ハイリスクを食らう前に。もう手遅れなので逃がしてもらえませんかね。これがラストチャンスだぞ。へ、トロい奴らだぜ。その8本の足は飾りか？ありがとうございます。さっき、漢方薬屋で使う分しか買わなかったので、当然ですがもう在庫がありませんね。恥ずかしながら帰ってきました。ところでお金は足りるんでしょうか？現状回復分で1500ルピー。あまりは500ルピー。結局1個しか買えないじゃないか。今確認してみると、使う分しか買ってないですね。カンガルーに会うたびに繰り返すつもりなの？ということで、売れるものを売ってお金にしました。とんでもない大金になりまし、5個で足りるわけないだルルを。お金作ったんだから10個くらい買っておけよ。あーもうめちゃくちゃだよ。カンガルー運ゲー始まっちゃったよ。この洞窟はお前たちしかいないのかよー。もう許してください、何でもしますから。
何でもするとは言ったものの、無抵抗というわけにもいきませんので、究極状態異常兵器点呼で対抗しつつ、普通に戦いましょう。原玉は単体巻き効果、石化攻撃してくる敵に石化はね、と、愚行しました。結果はご覧のありさまだよ。麻痺は入らず、その怒りに触れ石化されました。抑留がいないと、回復手段はアイテムのみ。遭遇しない、意外に対処法なんてないぜ。やーっと終わりましたね。ついでに赤身も石になってしまいました。これ、食べなければ電子チコードロップするのかな。毒を使う敵は確定で落としてましたよね。とりあえず5個持ってきたので、治療して進みましょう。いやいや赤身が石像のまんまだよ。ステータスまで確認して何やってんだ？珍しく違う敵で助かりましたね。とんでもなく不自由な体をしている、ラハブ君。これといった特徴もなく、ただ狩られて食われるだけの、哀れな生き物です。しかし HP1200 が3体もいると面倒ですね。階層が進むにつれ、戦闘も長引くようになります。で、この塩化率ですからね。あの狂ったカンガルーと比べると、ラハブちゃんはまるで天使のようです。ラハブの経験値は、カンガルーと同程度です。カンガルーの存在価値はないな。この通路だけでだいぶ時間をロスしましたね。先に進んでも大丈夫なんでしょうか。溶岩に落ちないのは優しさ、はっきりわかんだね。天子が逃げることを進言しましたが、こいつらに危険要素は全くありません。どうせならカンガルーの時に、何が何でも逃げましょう、くらい言ってほしいよ。ということで、シシラの洞窟までやってきました。アムリタも、よく言うと二人でここまで来たよ。このペンギンも、特筆事項なしの食料です。炎弱点なんですが、よくここに生息してますね。これがわからない。カンガルーで、すっかり恐怖心を植え付けられ、片方は無力化しないと、安心できない体に。麻痺や石化は、おそらく永久に治らないので、とりあえず入れておくだけで安心です。あとは赤身ちゃんの燃費の問題がありますので、時間がかかっても、ひたすら殴り倒します。初見の敵はとりあえず吐いてみて、弱点を確認した方がいいとは思いました。明らかに重要そうな宝箱発見でん。脇目も振らず乗り込むのじゃ。逃げるコマンドにためらいがない。はっきり戦闘に飽き飽きしてんだね。シシラの雫、ペッ。まさかの外れ宝箱だったので、手当たり次第に洞窟を開始しました。逃げミスすると非常にストレスが溜まるので、今回はなんとなく対処。スパイクが壊れそうなので、やっぱり戦わなければよかった。ちなみに、省エネ毒ブレスで対処しています。こちらの毒は、非常に強力若元なので便利ですね。これもわかんねえな。ちょっと待って。階段あるじゃん。大事そうな宝箱をこれ見よがしに配置することで、ただでさえわかりにくい階段を隠そうとする。3逃げミスやめてください。手こずらせるんじゃないよ。さあ、隠された真の最深部へと到達しました。ここになかったらもう終わりだよ。お前シシラの雫か？そうそうそれでいいんだよ。お前のことが好きだったんだよ。やーっと手に入りましたね。こっちはなんだ？お宝がまだあるこのマップ作った人、精神状態おかしいよ。あ、
帰り道で針もぐスパイク壊れました。人生ってうまくいかないね。仕方ないね。では早速、シシラの雫を垂らしてみましょう。なんと、一瞬にして溶岩が凍結してしまいました。これ、この世界にとどめさしてませんか？まあそれはそれとして、村で靴を新調し、今度は西へ向かいます。洞窟内では、カンガルーが猛威を振るいましたが、外の世界は、この笑いカワセミの天下です。体力はこの階層で最弱なのですが、その特技が、全プレイヤーに忌み嫌われていきました。ケケラケラケラ。全体混乱不要の、ぶっ壊れ迷惑特技。勝手に行動を選択してしまう基本効果に加え、天候の猛言の追加効果、さらにとにかくうるさい。これを連発されたプレイヤーは精神を病み、終わらない戦闘と騒音に、やがて息絶えるという。今回は一回しか来なかったので助かりましたね。個人的には、これが一番嫌いかもしれません。ホラー穴の宝箱を回収しつつ前進。カワセミに何度も絡まれ、精神はもうショート寸前です。この辺りから、原玉のリッチがさらにひどくなり、もはや栄養する気がない店舗もちらほら出てきます。なんか、海坊主がどうとか言ってましたね。そんなに大した情報ではないです。うん、この後絶対に出てきますね、海坊主。でもここまで匂わせる必要あるかなぁ。ここの目玉商品は、一血の札、ですね。一血ならあれのことなんですが、一血の札とは。ちなみに、札の効果は、敵単体即死、です。なるほどわからん。近所のホラー穴には、なぜか装備が山ほど落ちているので、村で整える必要は全くありません。今更ですが。さて、ついにやってきました第3階層最難関。ミノタウロス像が立ち並ぶ、アスラのダンジョン、です。このダンジョンは、特殊な構造をしていまして、通路にある、特定のミノタウロス像を調べると戦闘になり、勝利すると、像が破壊され道になります。調べる、破壊をひたすらに繰り返し、先に進む道を探さないといけません。かなり時間がかかりましたので当然カット。途中の原玉まで来ました。カウンターがなぜかないこの店舗では、店主がブラブラ歩きながら、対応しているようです。どこ向いて接客してるんですかね？そしてどこから提供指導食べ、え？アムリタ止まってるの？ついに追いついたのか。明日には帰ってくるとのことなので、こちらも一泊してアムリタを待つとしましょう。って何やってんだー、早く起きろー。画面が今で逃げられてしまいましたので、もうここでは追いつくことはできません。アムリタの残り画を堪能したら、我々も不利に従い、先を急ぐとしましょう。ここが安全だった？ミノタウロスが、初手確定で逃走でもしてたんですかね？またしばらく、ミノタウロス像を壊して進みました。サスペンスの犯人ポジに、懐かしの師匠がいますね。どうやらこれだけを言いに来たようです。しかしこの言葉は真実で、本当にきついよ。ということで少し進みました。このマップの制作者の精神状態が心配になります。あ、戦闘は毎回ありますがカットしています。殴っても防御してても、相手が勝手に逃げますので。ね、簡単でしょう？調べて出てきて逃げるなら、最初から出てこなければいいのにね。たわしは、武器カテゴリーのアイテムなのですが、特殊効果が攻略サイトに書かれていて、何をどうすればいいのか全くわかりませんが、
耐久値を回復する効果があるそうです。この扉は鍵がかかっていて進めませんね。他のルートを探しましょう。今までは移動中は敵と遭遇しなかったのですが、この場所はランダム円化が復活しています。というかプレイヤーは全く気づきませんが、そもそも違うダンジョンなんですよね、ここ。さっきまでミノタウロス像を調べて進んでいたのが、正式名称アスラのダンジョンで、今現在いる場所が正式名称アスラの洞窟となっております。何が違うんでしょうね。疑問はさておき、鍵がないと進めませんでした。もう壊すのも飽きたよ君たちの子。ここは神殿っぽいので戻ります。絶対にまだ行ってない原玉があるはず。ほらねー、ミノタウロス像で入り口が塞がってるんだから、人なんて来るわけないだろ。いい加減にしろ。いや、むしろ外は確認してなくて、人来ないなぁ、くらいしか思ってない可能性？ここは特に情報はくれないんですね。ただのスタンプコンプストッパーか。奥も異常なし。いや、店の立地とか壁の外とかに目をつぶればね。ということで、改めて神殿っぽいところに来ま、え？敵出るの？仙山港は、毒で蝕むのが定石です。守備力を上げ続けるので、殴りでは倒せないよ。このゲームの毒は、非常にプレイヤーに有利で、味方は最大 HP の 1%、敵には敵ごとの固定ダメージ？詳しい方教えてください、オナシャス。さて、ここは神殿ではなく、ギルド支部でしたね。しかしアムリタによって、蹂躙された後のようです。あ、別に用事はなかったんですが、せっかくですしランクアップしておきましょうか。戸籍を調べていた？なんか変なところで現実っぽいんだよな。アムリタはいませんが、何を調べていたのかは確認しておきますかね。ここにも敵か。すでにまがまがしい雰囲気が満ち満ちていますが、これは触っていい？そん、あ、弱い。蹂躙せよ。柄が入ればあとは自滅を待つのみ。省エネで葬ってくれ。いや結構痛いな。青子ちゃんが硬すぎて参考にならないね。毒ダメージは110だったので、耐性ちょいありですね。回復しつつ、パパッと殴って終わり、しよう。さすがのバラモン海坊主。タフでしたね。もう出てこなくていいからね。ちなみに、このバラモン海坊主は特殊な敵で、遭遇するだけで、幸運が上がるそうです。プレイ時もなんとなく把握していたんですが、いちいち確認してないからね、忘れてたね。影に階段を隠すのは気づかないからやめろ。繰り返す。影に階段を隠すのは気づかないからやめろ。力の差を見せつけられて、絶望する竜使いさん。竜は食われちゃったんですかね？ギルド支部の破壊は竜に任せ、原玉に顔を出す竜使いの鏡。アムリタは、スタンプには興味ないみたいですね。というか、階層を越えて旅してる人いるの？アムリタの竜の方から襲いかかったのかな？それとも支部の命令で戦ったんでしょうか。立ち食いのプロはおごられのプロ。人の金でしか食べていない可能性がキョレゾン。うん、鍵はありがたいんですけど、本当になんでこんなものを持っていたのか。これがわからない。では改めてアスラの洞窟を進みましょう。全く遠回りさせるぜ。アイテムの整理とかできないので、進めば進むほど、選択が面倒になります。もう見飽きたよ君たちのこと。どうせすぐ逃げるんでしょう？ですよねー。
じりじりと進んでおります。こいつを見せたかったのと、戦闘の雰囲気を見せるためにちょっと垂れ流し。武器が壊れると面倒なので、主人公は防御。プレスで削りつつ、殴ってとどめを刺しています。うん、普通だな。基本的には、すべて投げ倒して進んでいます。逃げミスするとストレスで胃が真っ赤なので、この距離を遠回りで走破する圧倒的虚無感。まあ、あーだ神殿に着かないのか。もうゴールさせてくれよここは、カンカーラの町、という廃墟で、当然の権利のように、敵がランクアップして出現します。火山の世界だけあって、氷弱点が多いですね。初見の敵は、とりあえず氷からでOK。でも雑魚敵でこんなに時間がかかるのは NG。等速で垂れ流したら、とんでもない時間になるぜ。どこにどう行くかもよくわからないので、適当にうろうろすることにします。このカンカーラの街は、ほぼ無人の廃墟で、貴重品が残された、ヌスットたちの楽園です。この、マイマイかぶり、のデザイン。違う、そうじゃない、っていつも思います。もしかしたら後頭部に口がついていて、食べている最中なのかもしれませんが。で、なんでサラリーマンなんですか？マイマイかぶりーマンってこと？あ、こいつは人間っぽいですが食べられます。こういう柄の虫なんですかね。洞窟は進めど攻略は進まず、画面が暗くてわかりにくいんだよ。立ち食いのプロだけが残る、原玉到着。世界の終わりを、ここで過ごすつもりのようです。最後の最後に、おごってくれ、とは言わない。兄貴の立ち食い道、心に刻みました。わーいやどやら。反対側へ。あ、やっと神殿ですね。そろそろこの世界ともお別れかな？もう敵はいいから。お前は無理たの残した資格か？問答無用、押し通る。牛丼仮面は、やや高い攻撃力と、その辺の雑魚より低い HP が特徴です。うん、まあこんなもんですね。ここに残った人間では、一番強かった牛丼仮面の体を隅々まで調べ上げ、隠し持っていた牛丼弁当を押収しました。倒さないと先に進めないんだから、ここの鍵は絶対にいらないと思います。ここの敵も絶対にいらないと思います。さあやっと神殿に着きましたが、なんだかいつもと様子が違いますね。まだ先があるのか。もうここまでで結構ヘロヘロなんですが。とりあえずスタンプチェックをばああ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 あ、言ってないところある？今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。